今日のニュースにもありました稲葉市ですが、今年実はこれはここ数年見られるようになった異常気象で、原因は周辺にお住まいの方はご注意ください。今日は稲葉市の事件について時間を延長。ご心配めさるな。現実のあなたはね、私が夢の再びお目にかかりましたな。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った。そして見事力を覚醒されたのです。これをお持ちなさい。今宵からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私どもの手助けが必要。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。結構。あなたが手に入れられたペルソナ、それはあなたがあなたの外側の事物と向き合った時表に現れ出る人格。さまざまな困難と相対するため自らを鎧う覚悟の仮面とでも申しましょうか。しかもあなたのペルソナ能力はワイルド、他者とは異なる特別なものだ。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。そう、いわば数字のゼロのようなもの。ペルソナ能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。コミュニティは単にペルソナを強くするためだけのものではありません。ひいてはそれはお客様を真実の光で照らす輝かしい道しるべともなっていくでしょう。あなたに覚醒したワイルドの力はいずこへ向かうことになるのか、ご一緒に旅をしてまいりましょう。では再び見えます時までごきげんよう。よう、おはようさん。
昨日の夜中の見たろ。誰だかいまいち分かんなかったけど、あれに映った以上ほっとけない。とにかく放課後様子見に行こうぜ。熊からなんか聞けるかもしんないし。また誰かが放り込まれたんだとしたら、やっぱマジでいるのかもな、犯人。被害者が死ぬ直接の原因は、あの世界を凶器として使ってる奴がいるなら、許せない。だからさ、絶対、俺たちで犯人見つけようぜ。だって、警察が捕まえられるか？人をテレビに入れてる殺人犯なんてさ。そっか、お前がそう言ってくれんなら心。実は昨日さ、俺んちのテレビで試したら俺が一人でテレビに入れたの。あのペルソナだっけか。もしかすると事件を解決するけど、テレビに入るのもペルソナもお前が最初にやってのけたんだよな。お前となら犯人見つけてこの事件を解決できそうな気がすんだ。まあよろしく頼むぜ。ペルソナ能力は心を御する力。心とは絆、他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。里中、その昨日は悪い、心配。そんなことよりユキコまだ来てない？え、あ、天木さあ、まだ見てないけど。嘘、どうしよう。ねえ、あれってやっぱその真夜中テレビに映った人は向こう側と関係してるってやつ？まあ今ちょうどその話しててさ、後で確かめに行こうかって。昨日映ってたのユキコだと思う。あの着物、旅館でよく着てるのと似てるし、この前インタビュー受けた時も着てた。心配だったから夜中にメールしたんだけど返事来なくて。でも夕方頃にかけた時は今日は学校来るって言ってたから。私分かったから落ち着けって。でメールの返事はまだないのか？うん。それどういうこと？まさかユキコあそこに入れられたってこと？分かんねえけど、そういうことならとにかく天城の無事を確かめるのが先だろう。里中、天城に電話。
うしよう、留守電になってる。出ないよ。マジかよ。じゃあまさか天城はあの中に。やめてよ。きっと他に何か表示とか。あ、旅館の方で手伝いしてるかも。そしたら携帯出れないと思うし。手伝いって学校休んでか。とにかくかけてみる。ユキコ、お願い。ユキコ？なんでもないっす。よかった、ユキコいたよ。急に団体さんが入って手伝わなきゃいけなくなったって。あー、そういや今までも年に1回くらいはこういうことあったっけね。明日もずっと旅館の方にいるって。って花村、いらない心配しちゃったじゃん。てか全然無事じゃん。まさか天城はあの中にとかってさ。まったく悪かったって。けど俺らもそう思いたくなるわけがあんだよ。どんな？俺たち真夜中テレビに映るのはあっち側にいる人だって思ってたんだ。だってそうだろ、テレビの中にいるからテレビに映っちまう、いかにもありそうじゃん。でも天城はちゃんと現実にいる。どういうことか確かめ。よし、放課後ジュネスで待ち合わせようぜ。俺準備して先行ってるな。まあ俺の痛い体験とかその辺はいいからな。そんな話普通絶対信じないよね。実際にあの中見てなかったら。まったくだぜ。で、とにかく中の様子を知りたいわけなんだけど。なんで今日に限って客がこんなに。なんとか熊くんの話聞けないかな。そうだ、ちょっと来てみ。なあ、手だけ突っ込んで呼んでみね。どうせクマ、入り口でうろうろしてんだろう。里中、お前はこっちね。俺、壁？どうした？バカ、声でかいって。歯型ついてるし。もう、クマの仕業だな。おい、クマ吉、そこにいいんでしょ。なになに、これ何の遊び？遊びじゃねっつの。今、中に誰かの気配はあるのか。誰かって誰？クマは今日も一人で寂しん坊だけど。むしろ寂しん坊だけど。うっさい。けど、誰もいない。本当に？あ、嘘なんてつかないクマ。クマの鼻は今日もビンビン物語クマ。私、やっぱりユキコに気をつけるように言ってくる。土日は旅館が忙しいだろうから一人で出歩いたりしないと思うけど。そうだな、月曜一緒に来るんだろう。うん、家まで迎えに行く。もしかしたら今夜の真夜中テレビで。全部勘違いならいいんだけどな。今日見たら電話するわ。携帯の番号教えてくれ。
じゃあ今夜見るの忘れんなよ。やっぱこれ以上は出なそうっすね。犯人に直接つながる物証はなしか。まだ殺しと決まったわけじゃない。殺しですよ絶対。あんな痛い事故死なわけないですって。警察でも死の状況をつかめないのに同じ格好の仏が二つ。これで殺しなら鉄板で同一犯による連続殺人だな。けどだとするとどう。最初は三角関係のもつれに間違いないって思ったんですけど。事件当時歌手の柊美鈴は海外公演中でアリバイが固い。通話記録もある。というかそもそも愛人問題がメディアに出たのはミスズ本人が会見で暴露したからだ。これから殺そうってのにわざわざ自分に疑いが向くようなことを言うやつはいない。ですよね。旦那の生ため太郎にしてもいくら揺さぶっても何も出る。奴はここ半年は中央で仕事をしていた。スキャンダルで最近町に戻ってきたらしいが、事件当時は市外の議員事務所、もちろん山、おまけに山野の方にも。この事件で騒がれたせいで生ためのやつ秘書クビになってますからね。生き残った関係者の中じゃむしろ一番の被害者じゃないですか。ああ確かにな。しかも2件目の小西咲。最大の接点は遺体発見者ってところだが、口封じとしちゃおかしい。小西の死は一件目が世に出た後だし、それにあの遺体、隠すどころか見てほしいって風だ。他のつながりって言いや、会社の山野が死の前に滞在した宿の娘と同じ高校ってくらいか。だが動機と全然絡まねえし、こんな人の少ない田舎じゃそんくらいの偶然はある。ですね。ニュースで見たっすよ、その辺。何？宿の話、もう出てんの？よし、わかった。やっぱあれじゃないっすかね。遺体の状況に僕らが見てもわからない。小西咲だけにわかるな。それを口封じしたかったんですよ、きっと。ともあれ、今は会社周りをしつこく洗うしかねえが。犯人、町の人間だな。あ、出ましたね、刑事の勘。Choo!
子がナンパ、逆ナンに挑戦してみたいと思います。題してやらせなし突撃逆ナン、ゆき子姫の白馬の王子様探し。まっちゃん本気、見えないとこまで勝負しよう、ハートみたいなね。もう私用のホストクラブをぶっ立てるぐらいの意気込みで、じゃあ行ってきます。おい、見たか今の、天城だよな、顔本人だったし、つか名乗ってたぜ。けど言ってることおかしくなかったか、しかもなんかバラエティ番組みたいな、なんだこれ、どうなってんだ一体。そうだな、あいつから天城に連絡してもらおう。明日は日曜だし。出かけるの？留守番できるから。高気圧が張り出し、終日お出かけ日和。続いて週明け晴れだって。洗濯物干そ。行かないの？悪い、お待たせ。バックヤードからいいもの見っけてきたから。見てみ。いくらペルソナあるからって、ゴルフクラブじゃ心もとないからな。つうわけで、お前どっちにする？おっと、分かってんじゃん。これ、ジュネスオリジナル。歯は偽物。でもって俺は、こんな感じとか？それともこうか。逆にこうと。挙動不審の少年二人組を発見。刃物を。は？あ、いや、ちょ、いや、いやいや、なんでもないっすよ。これ別に、いや、疑ってんのそこじゃねえか。てか別に、あと、俺ら刃物マニアっていうか、あ、とにかく詳しい話は署で聞く。では、頭の上。いや、でも、これは。なんだこの野郎、やろうっちゅうの。お前、こういうバカをするタイプには見えなかったがな。今いろいろ起きてるのは知ってるんだろう。あったく、俺が偶然いなきゃほ。すんません。え？じゃあいなくなったのってやっぱ天城屋の？ああ、でもまあ高校生だ。ただ家出とかって落ちかもしれんが。天城屋って？うん。あ、いや、こっちは今事件で忙しいっていうか、これっきりにしろよ。おっと、あれ、君もしかして、あの、その天城のやつ、もしかして、え、あ、まあ天城さんと友達。天城さん、昨日の夕方、土曜だから旅館の人はみんなキリキリ前で。ああ、でもまだ。ただ失踪した人が霧の日に。あ、君たち何か聞。え、ほら、一件目の殺人の前、例の山の穴、接客態度のことでおかみさんにひどい言葉浴びせたみたいなんで。で、おかみさんがスト。ほら、天城さんじゃないと。何、ああ、なんかこれ言っちゃいけないかも。
足立、部外者と立ち…ごめん。なあ、さっきの刑事、まさか天城のこと。ちょっとな、すっごい探し…いや、まあ、ちょっと誤解され…それより天城だよ。もう知ってんの？携帯、何度かけても連絡つかなくて、家行ってみたら、ユキコ…やっぱ行ってみるしかないな。それより、警察が妙なこと言ってる。天城のお袋さん、山の穴にいびられて倒れたらしい。動機があって、しかも揉めた直後に山の穴し…何よそれ、ユキコが犯人って流れ？俺にキレんなよ、分かってるっつの。チックスション、やばい。そうだよね。警察こんなじゃ、やっ…私も行くからね。絶対ユキコ助けるんだから。大丈夫かお前。けど、参ったな。丸腰なんだよ。武器？とにかく。ほら。な、何や？一応、工房？金属製の…おかしいだろ！な…あ、わかった。お前、カンフー映画の…違うっての。男子が言ってたの。武器と…ほら、これと…けど、重…なあ、里中、やっぱ危ねって…わかってない！わかってないよ。ユキコ、死んじゃうかもしれないんだよ。私、絶対行くから。なーに、大丈夫だって。運動神経だったら負けない。あのさ、真面目に言ってんだ。向こうのこと、いろいろわかんないだろ。中行く気なら、体守れる防具とかだけ、ここで。わかったよ。けど、どれ選んだもんかな。なあ、俺の分も見立てして。お前、今んとこ戦力的に切り札だから、お前が戦いやすいのが一番いいと思う。こっちはもう買ったよ。つか、かといってジュネスの中、こんな物騒なもん下げてある。制服着ちゃえばよくない？上から。しょうがない。じゃあさ、一旦解散して準備しようぜ。夕方のセール終わんないと店も混んでるし。じゃあ後でジュネスのフードコートに集合ね。
ではしばしお時間を拝借するといたし。お待ちしておりました。あなたに訪れる災難、それはすでに人の命をも奪い取りながら迫りつつある。ですが恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。いよいよそのペルソナ使いこなす時が訪れたようですな。あなたのペルソナ能力はワイルド。それは正しく心を育めばどんな試練とも戦いうる切り札となる力。私どももそのためのお力添えをしてまいります。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと転生させる。いわばペルソナの合体でございます。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札として、時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかカードを手に入れられたなら、ぜひ、しかもあなたがコミュニティをお持ちなら、ペルソナ、あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよ。右手に見えますのはペルソナ全書でございます。お客様がお持ちのペルソナを登録されることで、それをいつでも引き出せる仕組みでございます。ご利用の際は私にお気軽にお申し付けください。それともう一つ、今宵はあなたの旅をお手伝いさせていただく新しい住人をご紹介いたします。マリ。分かってる、聞こえてる、よろしく。知らない、どうでもいいよそんなの。失礼いたしました。こちらマリーでございます。彼女の魂は未だ幼く。うるさい、余計なこと言わないでよ。ご覧の通りでございます。ご無礼があるかもしれませんが、見習いとご理解いただいてどうかお許しください。マリーが取り扱うのはスキルカードでございます。カードを用いることでお客様のペルソナに新たな力を与える仕組みでございます。また彼女はお客様がここではない世界と絆を結ぶためのこちらは追ってマリーよりご連絡させていただきます。ご利用の際は本人にお気軽にお申し付けください。覚えておいでですかな。以前私は申しました、あなたの運命は節目にあり、謎が解かれねば未来は閉ざされるやもしれないとね。言葉の通りでございます。戦いに敗れる以外にも終わりはあり得る。夢お忘れになりませぬよう。
次にお目にかかりますときは、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。楽しみでございますな。ではその時までごきげんよう。制服、日曜だからちょっと目立つな。もうじきタイムセール終わるから、そろそろ。里中、やっぱりお前行くからね。絶対無理すんなよ。時のクマ、何やってんだお前。見てわからんクマ。それでクマはこんなにクマってるのに。あ、ダジャレ言っちゃった。で、何かわかったのか。ま、考えても無駄かもな。お前中空っぽで脳みそもねえだろ。しっかりだけど、確かにいくら考えてもなあもわからへんがね。うっさいよあんたら、くだらないこと言ってる場合。それよか、昨日ここに誰か来たでしょ。なんと、クマより鼻が利く子がいる。クマ、お名前何クマ。お名前知恵だけど、それはいいから。その、確かに昨日君らとお話ししたちょっと後くらいから誰か。天城なのか。クマは見てないからわからないけど、気配は向こうの方からする。クマ、あっちね。みんな準備はいい？ああ。ここ、もしかして
昨日の番組に映ってたの。あの真夜中の不思議な番組、本当に誰かが撮ってんじゃないんだな。番組？知らないクマよ。何かの原因でこの世界の中、それに前にも言ったでしょうが、誰かが撮ってるとかそんなのないし。初めからこういう世界って、それがよくわ。じゃあ君たちは、君たちの、とにかくその番組ってもののことはクマも見たことないっていうか、本当にただ、そもそもユキコが最初に例のテレビに映ったのいなく、大体あのユキコが逆なんとかってありえないっつの。逆なん？俺もびっくりしたぜ。確かに普段の天城なら絶対言わないよな、あんなこと。もしかして前に俺に起こったことと何か関係あんのか？まだいろいろと分からないけど、君たちの話を聞く限りだと、その番組っての、その子自身に原因があって生み出されてるって気がするクマ。ユキコ自身があの映像を。なあ、もうどういうこと？わけわかんない。ねえユキコ、このお城の中にいるの？間違いないクマね。あ、でさ、逆なんて。ここにユキコが。あ、おい、まったく、俺らも行くぜ。あなたに、時にそれらは、敵3体、気をつけるクマ。
馬。敵がダウン。行け。先生俺のこと。敵がダウン。行け。先生俺のこと。チャンス。オッケか。赤が似合うねって。天城。私、ユキコって名前が嫌いだった。雪なんて冷たくてすぐ溶けちゃう。儚かなくて意味のないもの。でも私にはぴったりよね。旅館の跡継ぎって以外に価値のない。だけど知恵だけが言ってくれた。これ、天城の心の声か。確か、小西先輩の時も聞こえた。そして多分、この場所はユキコって人の影響でこんな風になったクマ。ユキコ、知恵だけが私に意味をくれた。知恵は明るくて強くて何でもできて、私にないものを全部持ってる。私なんて、知恵は私を守ってくれる。私、優しい知恵。優しい知恵だってさ、笑える。
あれってまさか陽介と同じか。抑圧された内面。ユキコが、あのユキコが自分にあんた、ユキコってば美人で色白で女らしくて、男子なんかいっつもチヤホヤしてる。そのユキコが時々あたし、そうよ、ユキコなんて本当はあたしがいなきゃ何にもできない。あたしの方が、あたし違う、あたしどうすりゃいいんだ。今はとにかく里中、違う違う、こバカ、それ以上言うなそうだよね、人としても女としても本当は勝てて、でも私はあのだからユキコは友達、手放そんな、私はちゃんと今まで通り見ないふりけど、ここでは違うよ。いずれその時が来たらいいよね、私もあんたなんだから。黙れ、ダメだ里中、あんたなんか私じゃに行くかしら。頼むぜ、ペルスナー。さあ、いい返事だ。Oh.
違う。無事か、里中。嫌いだった。雪なんて冷たくてすぐ溶けちゃう、履かなくて意味のないもの。でも私にはぴったりよね。旅館の跡継ぎって以外に価値のない私には。雪子、知恵だけが私に意味をくれた。明るくて強くて何でもできて、私にないものを全部持ってる。私なんて知恵に比べたら。あれってまさか。あんた、な、何？今、だ、あんたなんか、私じゃない！
ぞ。バイナスだ。頼むぜペルスナ。妖精里奈で、こいつの言うとだからわかるし、あんたはずっと見ないふりしてきた。でも私はあんた
私、その、あんなだけど。でも。バカ。おい、里中。平気。ちょっと疲れただけ。平気じゃねえだろう、どう見。それに多分お前、俺たちと同じ力使えるようになってるはずだ。なあ、どうする？よし。無理しちゃ悪魔。別に信じてないわけじゃねえよ。ただ、俺たちと同じ力があって、一緒にそのためにもいい。でも、私、さっきの私、ユキコが思ってるほど強くない。ユキコがいてくれたから、二人一緒だったから大丈夫だっただけで、本当は。なら、それを伝えるためにも、ユキちゃんは普通の一クマ。ここにいる影は普通の人間は襲わない。襲うのはここの霧が晴れる日クマ。それまでは天城は無事だってことだな。まず、ま、どういうこと？どうやら俺らのせ、ここが晴れる日、俺らにとったら霧が出る日に、日が、つまり一旦外に戻っても町に霧が出るまでは天城は安全ってことだ。間違いない。前の山のアナや先輩の時も状況は同じ。知ってるだろう、二人とも死体が発見されたのは霧の日だ。ここでもう一人の自分に殺されて。霧はだいたい雨の後に出るんだけど、街はここんとこ晴れ続きで、すぐ雨が降るって様子じゃない。大丈夫だって。戻ったらすぐ天気予報チェックしよう。でも、だからってユキコがいるのに、一人で怖い思いしてるのに。じゃあこの先どんくらい進めば天城のところに着くんだよ。それは敵だって、この先もっと強いやつが出てくるかもしれない。なのに無理してやられたら、他に誰が天城を助けてやれんだよ。俺たちは絶対に失敗できないんだ。違うか？わかった。さっきはごめん、一人で勝手に突っ走っちゃって。天城は必ず。なんかこの頭もガンガンするし。ああ、そうか。あ、そういやメガネしてんね。お前どんだけテンパってたんだよ。じゃんじゃん、ちえちゃんにも用意して。はい、ちえちゃん。うわ、なにこれ、すげえ。あるなら早く出してやれ。今用意したんだ、クマ。いきなり連れてくるか。なるほど、そういうことなんだ。ねえ、これもらっていい？マッチのランクは？今日のところは仕方ないけど、でもこれで二人とも勝手に行ったりしないで。じゃあ約束だ。俺ら全員の約束。一人では行かないこと。危険だからな。みんなで力合わせなきゃ、事件解決どころか天城だって無事に助けられないだろ。うん、そうだね。よし、じゃあ明日から放課後はできるだけここに来よう。なあ、もちろん。が、なあ、俺、お前にリーダー。
最初にこの力を手に入れたのはお前だし、だからお前が探索のペース決めて、お前にならついて。ああ、頼むよ。俺はほら参謀向き、頭いい人のポジションでさ。私も賛成かな。君がまとめてくれるなら。クマも賛成かな。君がまとめてくれるなら。クマ黙っててくんない。私今疲労がピークだ。よし、とにかく今日は休んで、明日からにそ、まずは天気予報の確認、忘れんなよ。雨が続くと、あと、準備も万端にな。以上、全国のニュース。なあ、ちょっといいか。お前、妙なことに首。昼間の署でのことだ。もしかして。ま、なんとなく気になった。どうしたの？警察。こっちはお前を預かる身なんだ。いい。気象情報です。西からの高気圧の影響で、この先しばらくは。このお姉さんがお天気。だってお姉さんが。いや、お姉さんが決めてるわけ。